ただいま、とわんこです。皆さんは運転中電話がかかってきた時ってどうしてますか？スマホをそのまま耳に向けているとながらスマホで違反してしまいます。特に運転を職業とされる方は注意が必要ですね。そんな時、ダイソーで発売されているワイヤレス片耳イヤホン、たったの330円で片耳イヤホンが手に入ります。動画が良ければいいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。さて、早速開封していきましょう。ダイソーで販売している棚には同じくイヤホンがたくさん並んでいるので、ちょっと分かりにくいかもしれません。注意をしてみると、縦長の黒いパッケージのイヤホンなので見つかるかと思います。開封すると、本体と説明書、USB ケーブル、こちらはタイプ B、そしてイヤーフックの4点が入っていました。初見ですが、小さくて軽いので付け心地は良さそうですが、口元から離れているので相手にきちんと伝わるのかが心配です。同時に値段も安いので、電池の持ちや通話時間、音質は大丈夫なのかと不安になります。正直不安しかありませんが、その不安を一つずつ払拭していきたいと思います。まずは大きさですが、単三の充電池と比べてみるとこんな感じです。ほぼ同じぐらいの大きさ、幅も似たり寄ったりですね。また iPhone 15 Pro と比べるとこんな感じです。サイズ的に約3分の1ほどでしょうか。厚さは iPhone の約2倍ぐらいといった感じです。薄い感じですかね。実寸サイズは縦5センチ、横 1.8 センチ、厚さが8ミリ。そして重さはなんと約6グラムと超軽い。電池は50ミリアンペアのリチウムポリマーバッテリー。通信は Bluetooth 4.2。材質は ABS 樹脂となっています。また説明書は表面は日本語で、裏面は英語表記となっています。ではまずは箱から見ていきましょう。ダイソーの商品でお値段が税込み価格330円、商品名がワイヤレス片耳イヤホンとして、簡単接続でハンズフリー通話と書かれています。下の方には連続再生や連続通話ともに約1時間、連続待機が約24時間、そして通信距離が約10メーターと歌っています。この中で連続再生時間と連続待機時間は検証しましたので、後半にご紹介いたします。側面は同じく英語表記で、イヤホンのポイントが表示されています。そして裏面を見ると、ディスコードをはじめとして対応機種が Bluetooth 4.2 対応のスマートフォンやタブレットなどに適用。 iPhone 6 は使用できますが、それ以前の iPhone では Bluetooth の規格が 4.0 なので使用できないので注意が必要です。では本体を見てみましょう。本体は黒と白の2種類があり、ワンコが購入した色は白。まず目につくのが、本体にある丸いボタンはマルチ機能ボタンで、電源のオンオフや電話に出たりできるボタンです。また側面にはプラスボタンとマイナスボタンの2つがあり、音量の上げ下げや音楽なら自曲や全曲になるボタンです。そして上部には USB ポートがあり、タイプ B 仕様、付属の USB ケーブルを使ってポートに差し込んで充電ができます。充電中は赤色に点灯、終わると青色に点灯し、充電が完了となります。またイヤーピースは脱着が可能。また背面には日本の技的マークが印刷されています。これは安心ですね。刃のような透明なものはイヤーフック、
こちらはシリコンゴムではなくプラスチック製。そこそこ硬く弾力性があるので、しっかりと耳にフィットできそうです。ただ慎重に作業しないと破損する恐れがあるので注意が必要です。付け方はこのようにして付けていきます。軽くて小さいので特に車の中だとなくしやすそうですが、使い勝手は良さそうですね。なかなか良さげな Bluetooth イヤホン、片耳イヤホンです。まずは電源の入れ方ですが、電源はマルチ機能ボタンを長押しをすると青色のライトが点滅、音声ガイドのパワーオンが流れます。しばらくすると青色と赤色が点滅し、 Bluetooth の接続先を探索します。探索中 iPhone の設定アイコンをタップし、 Bluetooth をタップします。 Bluetooth をスライドをさせオンにすると、今度は接続画面が出てくるので BT イヤホンをすると接続済みとしてアナウンスが鳴り、接続完了となります。同様に電源を切るには通話ボタンを長押しをすると LED が赤点灯し電源が切れます。また電話がかかってきた時などではマルチ機能ボタンを押すと通話開始、再度マルチ機能ボタンを押すと通話終了となります。通常の電話はもちろんのこと、 LINE の電話でも使用できます。音楽の再生ですが、 Apple Music など音楽アプリを起動しマルチ機能ボタンを押すと音楽が再生されます。もう一度押すと停止します。以下プラスボタン、マイナスボタンを押すことにより音量や曲送りなどができます。もちろん Siri でも曲や音量のコントロールができるので非常に便利です。イヤホンの連続待機時間は約24時間と謳っていますが、実際はどのくらいでしょうか。結論から言うと約24時間を上回る28時間半という結果となりました。実験は8月27日午前9時半からスタート、翌日の28日午後2時に 20% となり、スマホとの Bluetooth 接続が切れたのを確認、何度か再接続を試みても接続ができないことを確認したところで終了しました。ここで注意しなければならないのはスマホでの表示、イヤホンの残量が 20% になると途端に接続が切れてしまうので、まだ 20% あるから大丈夫だろうと高をくくると途中で切れてしまうので注意が必要です。充電時間はどのくらいでしょうか。さっきの連続待ち受けで充電が切れた状態で 5.1V の 0.07A で充電を開始、30分後充電はなんと 80% も回復していました。早い。その15分後の45分では 90% になっていました。結果は開始から1時間後には充電が完了となりました。電源アダプターやケーブルなど様々な環境でこれより早かったり遅かったりする場合があるので、参考程度として捉えてください。ではさらに検証していきましょう。箱には連続再生時間は約1時間と書かれていますが、実際に連続で音楽を再生してどのくらい持つでしょうか。音量を約 35% ほどにし、スマホと本機を半径 1m 以内にして連続で音楽を再生していきます。夜の20時からスタート、およそ1時間に約 10% ずつ減っているようですが、場合により 20% ほど減る区間もあるようです。4時間後の12時過ぎから突如パポッというビープ音が鳴り、電池切れの合図がし、充電も 40% からいきなり 10%、 そして12時15分頃には充電が切れてしまいました。結果連続音楽再生による持ち時間は約4時間ほどとなりました。
箱には連続通話時間は約1時間と書かれていますが、実際の通話時間はどんなものなのでしょうか。イヤホン本体の充電 100% の状態で友人と約43分ほど LINE の電話で通話をしてみたところ、 10% 減の 90% となっていました。推測ですが、連続再生と同じでおおよそ約4時間ほど通話できそうと見ましたが、通話時間が分かる方はコメント欄にて教えてくださいませ。気になる音質はどうでしょうか。音質に関しては高音が多くシャリシャリした印象です。ただし人の声ははっきりと聞き取りやすいですね。マイクはモノラルで Bluetooth での中心によるこもりが感じられるかもしれません。全体的にこのイヤホンはハンズフリー通話に特化しており、その面では優れていますが、音楽再生時には低音が弱く軽い音質になる傾向があります。音質に強いこだわりがなければ便利で使用できる製品だと思います。操作面に関しては結構音量の調整が難しく、操作方法も短く、ボタンを押したつもりが長押ししてしまい音量が上げてしまったりと、慣れるまでが少し大変でした。最後に箱に記載した連続再生1時間や連続通話1時間の表記ですが、実際に検証したところ、連続再生は約4時間、連続通話は45分ほどの通話でしたが、90% も残量がありました。箱と検証結果の差がありますが、これは多分通信距離ギリギリの 10m で再生時間や通話時間を測定したり、 40% から急に電池の持ちが悪くなってしまう結果の表示ではないかなとバンコは推測します。なので多分誤表記ではなく、厳しい環境下においてテストした結果の現れが、あの再生時間や通話時間1時間という表記になってしまったのではないかなと思います。真相はダイソーや製造元しか分かりませんが、このように検証を重ねていくと製造側の意図がちょっとだけつかめるような気がしました。ダイソーワイヤレス片耳イヤホン、箱の表記とは裏腹に通話も再生も、そして待ち受け時間も十分に持つ隠れた一品でした。